かこう眠いたーまた寝るかこう眠いたー何言ってんの、ちょっとお姉ちゃん喧嘩しないで、今日クリスマスだよ、あ、ほんとだ今日クリスマスだプレゼントプレゼント、あー来たー、もう待ってました、1年待ってたこれなんだと思うでしょう、プレゼント、あ、お父さんプレゼント開けちゃうよ、ダメまだ朝食が先よ、いいじゃん、いいんだね、ケチ、ここにあるし見てこれ、ほら、これはね、朝ごはん、ね、いいじゃん、ちょっとだけ見よう、ちょっとだけプレゼントでしょ、これね、これなんだと思います、 PS3 すげー欲しいんだ、すげー欲しい、こっちもこっち、ごめんごめんごめん、これなんだ、デジカメ、デジカメ、子供デジカメいるのか、前からだけど、わかんないじゃん、まだデジカメ、ちょっとだけだよ、だめだよ、あれね、全然下やればいい、下からタッチ下からやればいいんだよ、お下から、おい、君たち君たち、おお、星がついてる、星か、違う違う、君たち、君たちは本当のクリスマスの話を知ってるかい、知らない、知らない、わかんないかも、知らない、わかんない、じゃあ今からこの立派なクリスマスツリーがみんなにその話を見してあげる、本当に、どうやって、でもプレゼントの方がいい、いやだめ、お話が大事、お話大事、今からね、この木がタイムスリップしてみんなをその木に連れてくのだ、できない、ドラえもんしかできない、ドラえもんじゃなくても木もできるんだ、ほら見してあげる、タイムスリップ、ここはね、ベツレヘムの町だよ、ベツレヘムってどこ、ベツレヘムを知らないのか、あ、そこから誰か来るよ、そっちに誰もいない気がするけどあれ、こっちにそう、あの人誰、あの二人はヨセフとマリアといって、北からこのユダヤにあるベツレヘムの町に旅をしているんだ、この話にとってとても重要な人物たちだよ、オリオ頑張れ、なんでなんで、それは今からわかるさ、マリア頑張れ、おばちゃんあれおばちゃん、気が下がるからちょっと待ってください。
部屋ないから。ごめんね。そんなこと言わないで。お願いしますよ。だって。赤ちゃん出てきそうなんです。赤ちゃん出てきそうなんです。秘書って言います。あ、マリアです。こんにちは、皆さん。でもどうしてあなたたちこの子の名前を知ってるの？だって、この木が教えてくれた。何もないじゃない。木が放つし、さっきブッダのもそうです。あー、まずい。私の存在がバレる。帰るぞ、タイムスリープ、またおてくれ。君たちは今のでクリスマスの話が分かったはずだから、そこにもういてはいけなかったんだ。そっか、え、分かんない。それまだ分かんないと思う。なんでマリア分かんない？分かんない、分かんないの？分かんない。君たちこの子を見習いなさい。うちら頭悪いもんね。分かんない。クリスマスはね、イエス様のお誕生の日としてお祝いされているんだよ。なんとなく、なんとなく分かんないで。まだ分かんないかも。なんで大事なの？イエス様は私たちのためにこの世に来てくださったんだ、ね、今のクリスマスはこんなにプレゼントもらえるけど、一番大事なプレゼントはそのイエス様なんだよ。なるほどー。メリー